ってね。可愛いんじゃない？今日出かけてないからさ。今日出かけてないからさ。結局朝メイクしたけど出かけてないから、そりゃ綺麗な状態なんですよね。放置してたら綺麗になってて意味わかんない。あ、3世代違うの。え、言うじゃん、だって三大きっかけてなんだって。って出かけてない。やっぱ普通にバレンタインにしとこう。ちょっと待ってね。過去一だって。だよー。へえー。何にしよう。なあ、本当に出かけてないんだ今日。なんか出かけようと思ったんだけど、そう、あ、台大きいだった、感じ違うじゃん。もういいよいいよ、今日はいいんだ、バレンタインなんだよ。でも家であれ見てましたよ、あの制服の絵のなんだっけ、制服の目の定点。クッキーありがとう、バラもありがとう、おいしい、ありがとう。さあさあさあ、ってことで私は忘れないうちに先に歌っちゃいたいんですけれども、ちょっと忘れちゃいそうなんだよね本当に。マシュマロ焼いたお菓子下に乾かしてあるんだよ今、ベトベトだから。制服の目公演見てさ、花なんかもっとお大きく踊ってると思ったら、映像で見たらめっちゃちっちゃくてびっくりしました。ちっちゃく踊っててびっくりした。もっと大きいと思ってた。そう、まだ乾かし中。そう、バレンタインの曲だけど、どうしよう、歌えなかったら。直前まで聞いてたんだよね。でも全然人が集まってないけどいいかな。聞こえる？これイヤホン壊れてない？大丈夫そう？この間ポケットに入れっぱなしで洗っちゃったんです。大好き、ありがとう。今日も可愛いって、ありがとう。ちょっとこれさ、ガサガサうるさいかも。ちょっと一旦外すね。みんなで後ろで腕組み。なんかあそこ自由なんだけど、自由なんだけど、なんかあれなんだって、なんか何しててもいいんだけど、みんな揺れてったり後ろで手組んだりしてるから、なんかってなってた。何しててもいいらしいの。これちょっと消そうかな。聞こえる？聞こえてる？ね、誰か返事して。聞こえてる？聞こえてない？聞こえる？そうなの。なんか何しててもいいよって言われたの。なんかなんだっけ、手紙のことの最初だからな、何もしてない、何もしてないっていうか、なんかいろんな人を見てたんですよ。あ、聞こえてるの、声がめっちゃどやってた。あ、もう花がどやってるんです。じゃあちょっとやろう。なんだっけ、なんかめっちゃありがち、いろんなところでみんなが聞いてそう。いろんなとこでみんな聞いてそうだけどさ、大丈夫？聞こえづらい？大丈夫ですか？聞こえますか？聞こえる？聞こえます？え、聞こえる？聞こえる？爆発した？聞こえてるって、聞こえてるって、よかった。あ、聞こえるって、よかったよかった。
そう、じゃあ行こう。じゃあいいや、はい。くださいだってあげる次。え、でもこれさ、歌っていいのかちょっと微妙い。ケロー、ケローって言った。ちょっと待ってね、微妙いけどまあいいさ。でも歌えるかわかんないけど、え、でもいいよね、大丈夫だよね、だってさ、大丈夫っしょ、いいよね、いけるよね、だって、え、歌え、い、だってさ、だってね
評価だからやめ、どうしよう。明日は特別スペシャルデイ、一年一度のチャンス、オーダーリン、オーダーリン、 I love you 誰もが浮かれてカーニバル、彼氏のハートを射止めて、チョコレートあなたにあげてみても、目立ちはしないから、私ちょっと最後の手段で決めちゃう。バレンタインデーキス、バレンタインデーキス、バレンタインデーキス、リボンをかけてシャララララ、したサンセットパーク、素敵なロマンスしたい、オーダーリン、オーダーリン、 I love you、 あなたを呼び出すテレフォンコール、気持ちを分かってほしい、オーベイビー、オーベイビー、 Love me do、 とっておきのシャレたチョコレート、私の唇あなたの腕の中、わずからしく瞳を詰めてあげちゃう。バレンタインデーキス、バレンタインデーキス、バレンタインデーキス、大人の味ね、シャララララ、あ、くしゃみれそう。出ない。あ、どうしよう、ちょっと待って。あの日から横井のチョコレート、銀紙そっと開いて、気持ちを確かめて、誰もみんな素敵なロマンスしちゃうの。バレンタインデーキス、バレンタインデーキス、バレンタインデーキス、恋の記念日、シャララララ、素敵にキス、シャララララ、素顔にキス、シャララララ、素敵にキス、シャララララ、素直にキス。これ終わった？終わった。練習してきた曲は以上。なんかめっちゃ久しぶりに歌った気がする。どう？バレンタインだね、やばいね。バレンタインだ、星ありがとう。あ、さっきはいっぱいなんかクッキーとか星とかなんか音符とかありがとうね。ね、すごいですね、バレンタインって素晴らしい。朝より可愛くなってるって、やったねやったね。シャナナナ、素敵にキス。2度目の方もありがとうございます。ちょん、お、加工がバレたお、お菓子ありがとう。バレンタインだけどチョコもらえてません。花ももらえてない、花ももらってないから大丈夫、仲間だよ。もらってないです。みんなもらわないもんだよ、そんなに。
え、お願いバレンティーヌは直前で調べて知って練習してきてないんです、ごめんなさい。なんか本当はチョコの奴隷だけだったんだけど、なんか50分ぐらいに調べたの、アイドルバレンタインアイドル曲みたいな。そしたらなんかそれ出てきたけど、そう、なんか結局バレンタインキスにしちゃいました。会社の女子からもらったって、いただきおじさんいただき女子のやつですね。え、聞いたことないかもしれない、お願いバレンティンって。今日お仕事休み、わかんない、スイート&ビターもわかんない、わかんない。なんかさ、バレンタイン、それ出てこな、まあ、出てこなかったっていうのはちょっとあれだけど、たなちゃんチョコ、はい、心が綺麗な人には見えるチョコ焼いたマシュマロまだ乾かしてるんです。会社の子からもらったけど、お返しが大変だって。お返しは、え、でもお返しってそんな会社の子のやつって重要なの？お返しってなんか、え、何がいいんだろうね、会社の子でも。アルフォートとかじゃダメなのこんにちは、ナナン。チョコ見えなかった？キャッチした？心が汚れてるの見えなかった？あ、それは残念だみんな見えないじゃん、なんでみんな見えないの？見えてよ今日かわいいね、ありがとう。チョコ投げられた、ほい、ワイのメンズ、2倍とか3倍。え、でもさ、アルフォートってさ1位じゃない？チョコのキットカットとかも美味しいけどさ、え、だってさ、会社の子もらいましたでさ、何倍にもして返すってなったら、ハンカチとか買って渡すってこと？それはちょっとさ、なんかあれじゃない？やりすぎっていうかさ、なんかそこまで求めてないんじゃない、女の子。わかんないけどね、わかんないよ、わかんないけど、わかんない。花は会社に勤めたことないからわかんないけど。お菓子ありがとう、クッキーありがとう、ハートありがとう。そう、花は会社に勤めたことないからわかんないけど、そう、まあハンカチとかさすがにはあげないのか。ほら、アルフォート美味しいって、アルフォートにしなよ、ダメなのそう、加減がむずい。ヤホマルだって、甘いの苦手、あ、甘いの苦手なら、じゃあおかきでいいじゃん、おかきでいいじゃん、ダメなの？あ、でもあれは、じゃあフルーツ大福とかはダメ？甘いけど、ダメ？そういうの女の子好きそうじゃん。初音もありがとうございます。フルーツ大福とかどう？微妙？ケーキはちょっとやりすぎ？ケーキは家族とかが。大福投げつけて、なんでですかこんばんは。大福、今日花いちご大福買って、あの、食べたいとこがくれたけど美味しかった。フルーツ大福、あ、日持ちか、確かに。おかきのチョコ、あ、そうなんだ。あ、かきピーのチョコ、あ、濡れせんべいめっちゃ美味しいな。当たり目は当たり、あー、はーちゃんは何なら嬉しいのか。何もらったらですか。はなは、え、お菓子でしょ、あ、お返しでしょ。え、でも、え、どういう気持ちであげてるのそれって。あ、お兄さんとかパパさんにあげない、あげないです。だって弟もパパも近くにいないしあげれる距離じゃないのであげません。まあ、あげれる距離でもあげてないかもしんないけど、めんどくさいから。
何もらったら嬉しいだろう。普通にだから例えば同じ職場ってことは同じクラスのとかってことでしょ。なんか義理ってこと、そういうことだよね。義理ってことだよね。義理っていうかなんか、あ、お菓子ありがとう、お菓子ありがとう、クッキーありがとう。よく買ってくれたけど、でもあげれないもんだって。うん、かけれなくないよ今日は。本命チョコならそれ以上のもの、本命チョコならそれ以上のもの、どういうことどういうこと。え、チラって、チラ、こんにちは、はなな。義理と本命、本命もなの。義理は義理だったら別に私何ももらわなくてもいいかもしんない。だからお菓子いらないかも別に。めっちゃ話すってごめん。いらない、お菓子いらないかもしれない。うん、お菓子いらないかも、わざわざ。そうだ、いらないわ。だから、あ、お菓子いいのでって言うかもしれない。はーちゃんから、あ、じゃあお茶のティーパックのセットとかはって。はーちゃんから愛をもらえればこちらからも愛を返します。あ、はい、愛をお届けします。こんばんは。お茶いいかもしれないよ。当たり目。ふんの愛をください。じゃーん。お茶良くないとか入浴剤とかはダメ。入浴剤もらったら嬉しいよ。あとはなんだろう、なんだろうな。さすがに化粧品とか求めないし、だってわかんないと思うから。なんだろう、え、欲しいよねお茶。ほらちょっとさ、え、毎日飲むのでもいいけど、ちょっと高い、なんかいつ普段だったら自分のためには買わないやつみたいな。お茶いいよね。お揃いの香水、それはちょっと重いかも。クッキーありがとう、お菓子ありがとう。お揃いの香水とかだって、いらないかもしれない。女の子だったら欲しい。フレグランス、なんか部屋に置くやつとかならいいけど、愛の証を剣に紹介します。ね、おしゃれな紅茶嬉しいよね。とかなんだろう、え、でも普通にそういうもんじゃない、食べ物だよやっぱり。食べ物もらったら食べ、あ、でも入浴剤もいいな、私入浴剤好きだから。とかあとなんだろうね、え、パッ、あれ中に葉っぱ入ってるやつ。おそれの香水。そう、香りはだって難しいじゃん。だってこれさ、え、どういうこと、え、だって今って普通に会社の人にもらう話でしょ。おそれの香水はちょっとさあ重いかも。あー、クッキーいいね。ステラおばさんのクッキーとか美味しいじゃん。ああいうのいいじゃん。とか、まあ日持ちはしないって言うけど、あのシュークリームとかでもいいんじゃない。あ、紅茶にしな、紅茶いいよ。え、そう、香水はちょっとガチだよ。ちょっとちょっと使わないかもしれない。だって使ってたらその人になんか、いや今日あげた香水使ってるんだとか思われるってことでしょ。それちょっと気まずいかも。やだ、本命、本命だとしても嫌じゃない。ちょっとちょっと嫌かも。あ、マカロン美味しいね。マカロン美味しいわ。そう、香水好みある。しかもだって男の人も女の人の香水売り場行くの勇気いるでしょ絶対。女のと男のちょっと違うじゃん匂いの感じ。あ、でもあれとかならいいかも。なんか万人受けするやつ、なんか寝る前にシュッて枕にかけて寝たら安眠効果あるよとかのスプレーとかだったら嬉しいかもね。なんか香水は嫌だけど、だから今くるみさんが作ってんの。マジ
いいな、くるみさんの手作りのマカロン食べたい。あ、しょっぱい系ね。多分しょっぱい系ってことよね。お、お菓子ありがとう。どんな香水？ジル・スチュワートです。あ、そう、アロマとかも私は嬉しいかもしれないけど、でもなんか、あ、まあちょっと重いかもね。重いわ。やめた。やめたとか意味わかんないけど誰にももらったり返す予定もないのに。なんて読むのこれは。ランビン？くるみさんのやつ食べたいね。いつかもらえるように仲良くなりたいね。そうだよね。でもね、くるみさんのマカロン欲しい。お返しってむずいね。でも男性もそうやって考えるんだね。いや難しいよね。確かにちょっといいティッシュとかでも嬉しいけどね。ランバン、あー、それ見た、聞いたことあるかも。行ってみます。何をですか。いや、くるみさんのマカロンは絶対美味しいですよ。そんなの当たり前じゃん。そんなんさ決まってるよね、美味しいのなんてずっとイヤホンで話してる可愛い花な、ありがとう。こんにちは花な、ありがとう。キュンキュンラブリー。そう、ためらいなく使えるものがいいです。マカロン作って、それな、確かにそれ絶対可愛い。うわ、可愛い可愛い可愛い。お疲れ様、ありがとうね。食べる前からうまいね。結婚していいよ、お菓子ありがとう。どうしよう、なんかさ、なんかバレンタイン、バレンタインの曲ってさ何があるの、何があるのっていうか、あの2つしかわかんないんだけど。やばいな、あー、あー、フォーチュンクッキーか。確かにフォーチュンクッキーにしてみるラジオ感ある。あいちゃんな、持ってきてくれるらしい。だって私制服の目公演出ないもん、その日出ないから。風邪じゃない、多分花粉かな。うわ、フォーチュンクッキーにしてみよう。出ないから行かないと思うもん、花。ああ、行くのかな、わかんないんだけど。行くと思う、わかんない。23日、今度の公演いつですか。17日、23日、よろしく。23日待ってるね。じゃあ行きます。はい、久しぶりだな、めっちゃこれ。小学生の時めっちゃ流行ったんだよね。やば、鼻が痛くて、こうやって踊ってました、頑張ってあなたのことが好きなのに、私にまるで興味ない。何度目かの失恋の準備。 Yeah, yeah, yeah. 周りを見れば大勢の可愛い子たちがいるんだもん。地味な花は気づいてくれない。 Yeah, yeah, yeah. カフェテリアな、カモン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 ベイビー、占ってよ恋するフォーチュンクッキー。未来はそんな悪くないよ。
しよう。 Hey 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 hey。 人生捨てたもんじゃないよね。ハート驚く奇跡が起きる。あなたとどこかで愛し合える予感。へえ、怖かった。嘘、本当？いや、あなたにちゃんと送りたい。だけど自分に自信ない。リアクションは想像つくから。Yeah, yeah, yeah. 性格いい子がいいなんて男の子は言うけど、ルックスがアドバンテージ。いつだって可愛い子が人気投票1位になる。 Please, 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 oh baby、 私も見て恋する。 Fortune cookieそのからさあ壊してみよう。 Hey hey hey、 先の展開神様も知らない。涙のフォーチュンクッキー、そんなにネガティブにならずに。 Hey 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 hey、 世界は愛で溢れているよ。悲しい出来事忘れさせる。明日は明日の風が吹くと思う。キャー、わ、ミラーボール。カモン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 ベイビー、占ってよ。恋するフォーチュンクッキー、未来はそんな悪くないよ。 Hey hey hey、 月を呼ぶには笑顔を見せること。ハートのフォーチュンクッキー、運勢今日よりも良くしよう。 Hey 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 hey、 人生捨てたもんじゃないよね。驚く奇跡が起きる。あなたとどこかで愛し合える予感。懐かしい、懐かしいね。めっちゃ流行ったね。小3の時にめっちゃ流行ったけど、小3、小2、小3あたりでめっちゃ。あ、チョコメラか。確かにチョコメラもあるね。チョコメラにする。次チョコメラにしてみる。確かにチョコメラか。ね、おにぎりさ、なんかさ、難しくない？なんかこうやって、私全然分かんなかったんだよね、あれ。全然できなくて、友達に教えてもらってた。チョコ、ちょっと全然48じゃなくなっちゃうけど、ごめんなさい。チョコレートメランコリーってやつ、ノットイコールミーさんのやつ。歌えるかな、分かんないけど。ああ、一気に怖くなっちゃった。にゃー、やだー。そう、全然できないんですよね。うわ、歌えるかな。うわ、踊り出す キーチン、 一人歌ってる13日の夜、映画のような二人、もてなしてみやびこなかとショコラ。ぼかした涙は私の気持ち、怖がらないでね。死んでもヒロインでいたい。一緒に行くって約束したよね。
鎖で飾り付けリボンを縛ったら夢の中赤いシクラメン目隠しをして秘密の味とろけるまで愛してくるほど何でも知ってるのビターが好きでしょ刻んだかすごいにまみれて君を守って作ってるチョコレートメランコリー。キャーごめんなさい知らない方怖いね。やだやだ君も来てますか一人回ったらもう夜明けのカラス18時帰宅だねそれまで揺られてここで待っている一口一口丁寧に食べてくれると来たならここから地獄の入り口君とだったら私怖くないよ忍んで待ち合わせ焦がれて恋の花私の姫ごと恋願う分かっていても少し怖い君のことを信じて満たれてる切なさは一部の結末楽言えるどこにいるか探しているの君を見つけたこの瞬間きさらぎメランコリーキャーララララララやだあとでもう一回チョコのトレイ打とうかなさっき人全然いなかったしこっち見て喜んでそんな目で震えないでよ安心して逃げたりしないわ愛してる一生をいやーやだ恥ずかしいこれこれが真実だわよく聞け民衆よここで全て舐め尽くしていや鎖で飾り付けリボンを縛ったら夢の中赤いシクラメン目隠しをして秘密の味とろけるまで愛してくるでも後ろ姿じゃもう満足できないの追いかけ尽くしたエンディング話したことない君のためチョコレートメランコリーうやだ恥ずかしくなっちゃったごめんね知らなかった人で知ってる人は聞いてくれてありがとう知らなかった人も聞いてくれてありがとう納豆イコールみーさんのチョコレートメランコリーでしたうわ口移しのチョコレートうわー練習してくれなかったやらかしたね本当にやらかしだしだね本当にそれ入ってんのかな私それさあでも入ってないんあ入ってんじゃんうわ練習してくればよかった最悪ねえ最悪お菓子ありがとうチョコメラ難しいやだちょっとあるのに練習してないし終わった明日でもいいよバレンタインで1日後バレンタインみたいな口移しのチョコレート明日でもいいよ明日でもいいならなあチョコの奴隷もう一回歌おうじゃチョコの奴隷言われたら何年でも何回でも歌ってあげるせっかく練習してきたから一週間前に言ってた嘘でしょもうめっちゃなんか喉が鳴ったえ嘘でしょチョコの行方ってやつもあんの待って熱いんだけどちょっと待っててねあちいよ暖房があ
かにホワイトデーでもいいのか。ホワイトデーにしようじゃあ。短パンってバレた、短パンなの。短パンバレましたか。実は短パン。はい、足寒くないよ今、暑い。はい、そうだ、なんか朝から化粧してると気合が入ります、やっぱり。お、ずっとこれ歌ってるかもしれない。青空はいつだって思わせぶりで、もうすぐ春なのに風は冷たい。僕は見てる教室の片隅で、カバンの中隠しているこの恋の答えを、今日だけはちょっとのトレイ、振り回される僕だよ。君の思い聞けるのなら今ここでひざまずいてもいい。ちょっと甘くてちょっとほろ苦い一日さ、その手伸ばして男は叫ぶ、女王様愛をください。みんながひざまずいてお願いしてくれないと私は本命チョコあげないかも。やだ、そんなこと。太陽と愛しさはどこか似てるね、晴れたり曇ったり日差しは変わる。気のせいかな、君が近づいてくる。後ろの手に持ってるのはありえないミラクル。今日こそはチョコのトレイ、もったいぶって散らすなよ。ご褒美とかもらえるなら一粒の涙を見せよう。だって嬉しい、長かった僕の片思い、世界中分の孤独なものへ、女王様愛をください。あやばい。届きだよ、日常が最低される。今日だけはチョコのトレイ、振り回される僕だよ。君の思い聞けるのなら今ここでひざまずいてもいい。ちょっと甘くてちょっとほろ苦い一日さ、その手伸ばして男は叫ぶ、女王様愛をください。おっと、本当におっとだったね。見える、あのさ、朝見てない人さ、見える、今日のさまつげピンクなの見える。鼻かゆい、見える、まつげピンク、アピールアピール。アピールです、まつげアピール。イエーイ、
8888、拍手拍手拍手。帰宅したって、おかえり、お仕事お疲れ、みんなもお仕事お疲れ、今日も頑張ったね。そう、まつげさ見てくださいよ、ピンク色なの、かわいいでしょ。うん、クッキーありがとう、お菓子もありがとう。パチパチするのかわいいって、やったね。夜勤の人と交代だって、頑張って頑張って。チョコ、はい、結婚いいよ、ラブレターありがとう。こんばんは、ヤッフー、かわいい、ありがとうありがとう、かわいい、ありがとう。今日はひどかった、なんかツイート見た、ハマったって書いてあったね。星ありがとう。あとな、でもあとさ、私チョコレートって入る曲さ1個しか知らないんだけどさ、でもさ、これはさ、またあのあっちになっちゃう、48じゃない曲になっちゃう。夜来てくれてない気がする、ついんだよ、本命チョコ、しょうがないな。しょうがないから、みんなにチョコ、ほらほらみ、色も一緒でしょ、ほら、ありがとうございます。あ、バレンタインカード申し込んでくれた、もうチョコ配ってない、そう、サマチョコ、サマチョコ、ほらほらほら、色が一緒ほら、だってさ、みんなさ、チョコもらいすぎて、ほらほら、やっぱりさ、しょっぱいもんが必要って言ったじゃん、だから塩分も必要なんだよ、糖分じゃなくて。いや、しょうがない、チョコって書いてないって言われた。ちょっと待って、どっかいないかな、チョコって書いてないって言われたので、そう、え、フォロー外しましたけどでもこれ赤色のパッケージだしさ、ほらほらほら、ほらほら、チョコレートそう、開けたら入ってるよ、だから、だからさ、開けてみてのお楽しみだよやる夜食じゃない、これは違う、これ勝手に書いちゃったけど、これは琥珀が置いてったものなの、私の家に琥珀が食べようと思って置いてきたものなの、琥珀が、琥珀がハナんちに泊まりに来た時に、その時になんかあの、これちょっと夜食で食べるわって言われてだけどなんかずっと家にあるの、後日追加やめなくなんで違う、これ2ヶ月前くらいからずっとありますよ、ずっと2ヶ月前から部屋にある、そう、じゃ、そういう設定です。いや、ちゃんと、なんでみんなには見えないの、ここに、そうだよ、夜食なんか置いてかれたんだって、よくわかんないよね、本当に。だけどもうこれはもうさ、時効で花のものになったと思ってる、もうなんか。でもカップ焼きそばってそんな食べないんだよねそんな食べないから一生部屋にあるんだって、見えるっしょ、マシュマロ焼いたやつ、マシュマロ焼いたやつ
美味しいよ。昨日妹が作ったやつ食べたけど美味しかった。そう、チョコレートって書いちゃったからもう花のものかもしれない。チョコレートってもうほぼ名前みたいなもんじゃん。まあ私って甘いし、まあ茶色くはないけど私って甘いし、まあホワイトチョコレートみたいなもんじゃん花って。うん、書いたのは花、さっき今書いた。まあさ、チョコレートってほぼ名前みたいなもんだから花の。ほらさ、そうだよね。ほらほら、やっぱり花、ね、なんでハテナにするのね。ちょっとやめてね。花がまた滑ったみたいになったじゃん、やめてよ。なんかさ、花めっちゃ滑りがちなの。そうなの、ホワイトデーのお返し。そう、私がチョコじゃん。そうプレゼントは私ってことだよ。そうだよそういうことだよ。もうそうだよ。ほら、やっぱりさ、やっぱり男の子は察しないと。もうやだ、もうやだよ。ハラと今チョコ、そうだよお菓子ありがとう、ハートありがとう。滑りキャラとか言わないでください。それ定着させたくない。この間のさ、この間のやつめっちゃ滑ったよね。ほんとにめっちゃ意味わかんない状態になっちゃった。しかも花喋り方めっちゃ投げやりだし、どんな曲見るよりもあの MC が一番恥ずかしかった。ちゃんとリボンで結んで、だってリボンで結ぶの。え、まじ男の子じゃない、刺しなくても大丈夫。え、マジ滑ったよね。本当に滑ったと思う。こたつの話伝わらんかったから。あ、待って、リボンはあるかな。リボン、花にはこの手縫い糸しかない。手縫い糸しかないから今。手縫い糸でリボン作るの。やだ。手縫い糸しかないじゃん、リボンとかないじゃん。あ、ポニーテールリボン着るんですか。もう何です、どうすればいいの。私リボンってさ、結ぶものないんだけど、普通に考えて。そんなさ、手縫い糸でいいならいいけど。意味わかんない。糸で結ぶ、今日くれると思ってか。落ちるね、お金、頑張って。今日くれると思ってたの。なんか申し訳なくなってきちゃったじゃん、そんなこと言ったら。髪結ぶリボン、髪結ぶやつって何。あ、待って、でもシールでデコってあげるじゃん。ほら、いっぱいハートを貼ってあげる。もうこのシール使わないから最近。仕事戻っちゃうって、やだ、やめて。ナンバーワン、あ、ほら可愛くなってきた、どんどん。来たこれ。多分見てないと思うけど、これ来たぞ。素敵じゃん、超可愛くなってきたんだけど。可愛い焼きそばになった、可愛いチョコレートになってきた。ほら見て、 1,2,3,4,5,6,7,8。 ほらどう。
どうですか。よくね。それで我慢するってありがとう。ちゃんと夜写真送るから、マシュマロ焼いたやつの。ほらチョコレートって書いてあるじゃんね。意味わかんない、本当に本当に意味わかんないことしてるって自分でも分かってるんだよね。そう、意味わかんないことしてる自覚はあるの、とってもとっても自覚はあり。そう、写真送ってあげる。金麗、今日ママが食べてた台湾まぜそば。でもよく花ね、うどん食べるんだよ、金麗の鍋焼き屋金麗。オッケー、やったー、よかった。みんなおしゃれな焼きそば、おしゃれな焼きそばじゃないよ、チョコレートよりちょっと下、チョコレートの介護感。チョコレートの介護感だから。いい、わかった、介護感って言うよね。グチの状態見てくる。ありがとう、ありがとう。チョコレートの介護感、介護感だから。マシュマロクッキーは今度、今が今度、今度あれです、あの介護官ってあれだよ、下に位に五感です。言わないっけ、上位五感とか。あ、そう、この感じ。焼きそばはチョコレート、介護官違う。言うけど下にしなくても。え、でもだってさ、チョコ、みんなが欲しいのはチョコでしょ、だってほら本物が欲しいわけだから。本物とはちょっと、ほぼ本物だけどちょっと違うからね。昔ショートケーキ味の焼きそばとかあったよね、やばくない、あれやばくないっていうか絶対美味しくないと思うんだけど、ちょっと残念。じゃあほぼチョコレートだから大丈夫。あ、そこはチョコよりカップ焼きそばだって、よかった、愛はあげてるよ。はい、ラブラブ。はい、チョコレート焼きそば味やば、食べたくない、そういうの。食べたくないとか言ってない。ガリガリ君の変な味とかもできるだけ食べずに来た人生なので食べたくないでーすね。ショートケーキ味あったよね、でももうな、多分なくなったよね。え、どうしよう、なんかもう歌うか悩んできちゃったね。ショートケーキ味無理だよね。なんかヒカキンさんとかが食べてた気がする。あ、3月の握手会でハートあげますよ、もちろん。キュンキュンラブリー、リボンをかけてシャララララ素敵にキー。チョコの行方を私覚えてきてないんです。チョコ系はまずいんだ。ガリガリ君のコンパタ食べてない。そう、焼きそばの曲。焼きそばの曲。サマーチョコレートしか残ってない。サマーチョコか、みんな知ってる？サマーチョコレートって。万華鏡入ってないんです、歌いたい。ショートケーキって何？キュンキュンナブリー、花格子。パクリじゃん。焼きそば、焼きそばだよー、焼きそばだよー。あ、知ってる人もいる。知ってる人もいる。ショートケーキって歌があるの？あれ、ずっといたの？初音、ありがとうございます。箱って中身入ってるの知ってた？知らないかった。初音ありがとうございます。初見さんありがとうございます。ソロ曲のショートケーキっていうのがあるんだ。え、聞いてみよう。え、待って、カラコンウィンクめっちゃ良くなかった？ねね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 ね
トゥ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 って、めっちゃ良くなかったから、コミックめっちゃ良かったよね。かけるのぴょんの配信終わったから遊びに来た、マジありがとう。チュン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 、なんかすごい、なんだっけ、エブリデイカチューシャみたいだなって思った。カルコミックの MV めっちゃ良かったよね。わかる、まだ聞いてないの、絶対聞いてきて、今聞いてきて。 MV めっちゃ良かったよね。クラノーさん、クラノーさんのには、なんか花束渡すところめっちゃ良くなかった。まあ個人的に、え、ね、なんか総編集みたい、わかる、ちょっとめっちゃ良かった。でもなんか今日お昼寝ちょっとだけした。今聞いてきてもいいよ。めっちゃ、そう、めっちゃエブリデイカチューシャだったの、びっくりした最初聞いた時。でもなんかさ、最初さ、なんか全員がさ違うポーズしてるじゃん、あれエモいよね。なんか全部ゆきりんさんの参加楽曲みたいな、めっちゃエモくない？エモすぎ、素敵。そう、え、そう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 、その人だから、そう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 、その人とのツーショットもめっちゃ良かったの。吉政さんとのゆきりんさんのツーショットもめっちゃエモかった。エモいよね。てかゆきりんさんってなんでセンターなかったんだろうね、めっちゃ謎。絶対見てきてください。でこんな話をしてからさ、あのサマーチョコレートでいいんですかね。いいですか、もういいですね、それを歌って終わります。今日そう、めっちゃ良かった。一気に48から一個の異常位の雰囲気になっちゃうけど、ごめんなさい。なんかいいのかな、いっか、いいね。あ、来た来た、ツインテール似合うって、やったねー。やサマーチョコレートドロドロドロリベイビーとろけちゃってキャッチミーダーリー、ピュアピュアココアふわりキュルキュル、なんか眠れない夜にはお散歩特別パーティータイム、二人きりあの角曲がればベンチしかない公園だよ、蒸し暑い空気の中迷い込むんだ、コンビニちょっと寄り道買い出し、アイスじゃなくてこれがいい、可能お酒ほろ酔いウィンクでストロング、リキュールじゃもう酔えない、ラブで潰してお願い、お砂糖灼熱でさ溶かして、僕は手飲んで、癖のある私のことも大事にしてよね、サマーチョコレート、ドロドロドロリベイビーとろけちゃってキャッチミーダーリー、ピュアピュアココアふわりキュルキュル、ちょっと寂しい帰り道、ふらふら特別ボーナスタイム、手をつなごう大きめ T シャツ、君に借りたありがとうって匂わせみたいにして、困らせたいんだ、コンビニまた酔っちゃって楽しい、もう一本だけの弱いやつ、トゥルトゥルリンにメルティーテンパリングが大事、暑すぎても飽きちゃって冷たいのはダメ、やだもん、チョコみたいな私をプレシャスにして扱って、ピタンさんのお酒でシュワシュワシュワ、愛は伝えなきゃ届かない、恋してる証拠にここでチューってして、チュー
え、これ初めて歌ったよ。エコ使わない、あ、エコ使わないね。夜空のグラスにキラキラこぼして、息もできないくらいにもだってだって恋に溺れて、君の熱で溶けたらそのまんまで食べてよ、手にベトベトついちゃって一生一生なんで癖のあるべてしてからさ、君が選ばれたサマーチョコレート、ドロドロドロリベイビー、とろけちゃってキャッシュダーリー、ピュアピュアココアふわり、キュルキュルワンツー終わり。これはなかなかの曲ですね。歌ってみたけど、星ありがとう、いっぱいありがとうね。なんか本当に本当に大丈夫だった？23日ダメだったって。モニカン発音ありがとうございます。そう、888ありがとうございます。可愛かった。この歌ってくれ、花のお世話ありがとう。星ありがとう。天才すぎる、ありがとう。チョコメラさっき歌いました。リボンで飾り付け、違う、鎖で飾り付け、リボンをしまったら夢の中赤いシクラメンですね。杉本凛さんペヤング食べた。いいな、ペヤング。モニカンか家で DMM、 DMM 最善ですか？この言葉よく聞くよね、 DMM 最善。かわいいのってさ、ありがとう。ステージでかわいい、ありがとう、嬉しい。かわいいのってありがとう。23いくよ。やったー。じゃあココハのペンライトかハノのペンライトでよろしくお願いします。23いく、やったー、やったーやったー。 DMM 立ち見、やば、立つの。DMM 後方は部屋、確かに部屋広いわ。 DMM 立ち見。お空気ありがとう。 DMM ね、23日も行きます。やったね。制服の目永遠に当たらん。え、なんか倍率高いよね。ちょっと23日外れたので DMM 立ち見、広、家広、これ取ろう。キャンセル待ち。みんなは応募した？応募はした？23日じゃあ花のかココハの振ってください。エブリデイ DMM。 そうだよね、ユニット以外はココハちゃん祭。そうなの？そういう決まり今日。じゃあユニットは花でヨロピ。今一番前、まずね、始まったばっかだからね。二度目のもありがとうございます。初もありがとう。ちょっと待って、左右。そうなんだね。ココハ、なんかユアのやつがさ、なんか、ユアの、あ、なに？ユアのやつの時とユアのやつじゃない時あったじゃん。そう、だから、あれだと思ってた。なんかそういう決まりを生誕員の人が作るのかと思ってた。くしゃみでそう。ああ。うん。ありがとう、星。クッキーありがとう。余計倍率上がる。ね、そうだね。ああ、求める人が多い。そういうことね。なるほどね。13時から早いよね。
告白コールはいっぱいしてあげて。リハ朝確かに、えやばいかも。しかもだってこっちゃんとさつきちが初でしょ。やばいかもしれない、やばいかも、やばいかも。朝間に合わない気がしてきたんだけど、どうする？マジだってさ、え違う、寝坊はしないんだけどさ、えユニット予告はしません。え名古屋泊まろうかな。えマジでさ、だってやばくない？だって普通に考えてさ、何時、えでもそんな早くないかな、1時でしょ。でいや早いな、8時くいや7時、わかんないけど、もっと早いんかな、わかんないけど。ドスコイボンジュールしたかったよね。そうだよね、ドスコイボンジュールも前日ね、こっちゃんはね前日からいるかもしんないね、もしかしたら合わせで早そうね、それはあると思う。止めてもらう？移動は大丈夫かな。えなんか結構かかる、いやわかんない、朝の時間によるけど、まあまあマネージャーさんとか相談ですね、もし時間がめっちゃ早かったらね。う眠たそう。まあでも1週間頑張ろう。劇場で泊まる、やばいね。あってもう15分になっちゃうの。私11時で終わろう、あ10時で終わろうと思って、あココハンに泊めてもらう、そうする。京香さんそんなおこがましいですよ。こんばんは。ちょっと縦にしよう、男女 M 自分も前泊。いや、これやったら声に当たった子はちゃん、宮城の人と、え宮城からか、すごい、今来たばっか。また明日の朝を、明日の朝も化粧するから、明日の朝の化粧配信は何時からになるかまた考えます。明日も朝と夜が、あーできるかも、明日夜ちょっと早めになるかもしんない。明日夜さ8時とかからかもしんないわ。明日の朝もメイク配信します。なんでかっていうと、一日で生活リズムはと変わらないので。うん、ブッキーありがとう。そう明日8時とかからやるかもしれない、夜のね配信、夜はね。なんでかっていうと、なんかしばらく続けようかなって思ってる、朝は。なんかみんなが見れなくても、なんか朝そう早めだと見れないって言いましたね。なんか明日琥珀ん家にお泊まり行くんだよね。でその時間が、琥珀が9時くらいにバイト終わるって言ってたから、その時にはバイト先に行ってないといけないからみたいな感じ。まだその役立ってる、めっちゃ。コアピの家から配信する？コアピの家、えそうする？そしたら30分ぐらいになっちゃうかもしんないけど、いい？それでも。どうしような。じゃあまあ明日決めよう。うん明日決める。8時は無理だって。明日決めます。何時になっても怒んないでください。はい、それではじゃあ男女読もう。13位アイドルの女の子ありがとう。12位カメラ持った男の子ありがとう。11位カステラありがとう。10位緑のシューチはありがとう。9位クロミちゃんありがとう。8位マイメロありがとう。7位黒猫ちゃんありがとう。
6位かわいいくるみちゃんありがとう。5位メロンパインのありがとう。4位リラックマありがとう。3位パンダありがとう。2位パンダありがとう。1位キョムヒヨコありがとう。ありがとうございました。面白そうね。面白そうは面白そう。明日はスタバもいるのでどっちよっかな、また考えます。 DMM 最前センターカメラ、確かに立ち見最前、そういうことか。よし、じゃあ今日は配信終わります。また明日の朝皆さん会いましょう。バイバイ。バイちゃもバイちゃも、あ、かきれな来た今、もう終わるのに。バイバイ、またね、おやすみ。待って、バイバイ、かきれなバイバイ、昨日ありがとう、かきれな昨日はありがとう、 LINE も全部ありがとう、バイバイ、お疲れ様、またおやすみ、またな、夢で会おうね、バイバイ、またなー。